はい、こんばんは。二千十八年十一月の、えー、二十七。えー、零時四十八分です。よろしくお願いします。二枠目ですね。はい、まず <coughs>。うん。第七話。 何や、はい、はいどうも、うん、まあなんだろうなうん,なんかね多分ね搾取されてるっていうふうに思ってるやつがいるんだよズルをしてるとか俺はいろんな配信者見てきたけど やってるやつとか結果残してるやつって全員努力してんのみんなどんなやつもどの世界でもうんでズルをしてるやつっていうのはいなくなってるの <laughs> 配信会にもいたズルしてるやつ <laughs>、うん、でもやっぱねそれって長い目で見たら人に認められないんだよ はいお疲れ様であのー、みんなその努力してるうまくいってるやつはみんな苦しい時期あるあのー、俺は忘れもしないんだけど FC2 に移動してた時期があるのニコ生勢がニコ生がグダグダになってきておオワコンの始まりの時 FC2 は金稼げるって あのふわつと同じ仕組みで半分もらえるって。で、うなちゃんまん、鮫島さん、金梅さん、え、せやかも移動してたかな。で、俺は忘れもしないのが香川さん。香川さんってニコニコ生放送のコミュニティ人数、つまりフォロワーね、5万人ぐらいいたのかな、当時。5、6万人いたんだよ。超大手なの。<laughs> 3000人ぐらい集めんのよ。ニコ生の時は。その人が、 FC2 に行った時今の俺状態だったんだよ多分今考えればあの時の香川さん閲覧30だよ、うん、本当に多分苦しかったんだと思う毎日を今の俺みたいに部屋の中でポツン映ってないの部屋の中にカメラが回っててリスナーが二十本人がいない時は10人切ったりしてんので本当に苦しかったと思うよあの時の香川さん もう本人が配信向き合えてない状態なの、うん、だから俺今の香川さん見ると本当にすごいなと思うのあの本人苦しかったって言わ,言わないしそういう話しないだろうけど俺は多分あの時の香川さんで今の俺みたいな状態なんだろうなと思うよでも香川さん乗り越えたんでしょ今楽しそうに配信やってるし実際楽しいしね香川さんの放送 うん、分かんないんだよその。 応援してますっていう人から「もう見ません」って言われる辛さ経験がないから言えるんだよ平気で俺えネトプリってナスコなのえマジで言ってんのネトプリってナスコなの俺今初めて知ったんだけど。 マジ言ってんのまあいいや。えー、初見ごめんいらない。どっか行って。あのー、知らなかったわ、それ。ええー、と、なんだろう。まあまあ、例えば、あと、ズニあンとかね。例えば、俺が調子よくって、 あのニコ生で閲覧1,000人集めててコミュニティ登録数5,000ぐらいってイケイケだった頃はミズニャンがニコ生で調子グッダグダだったの要はフォロワー数は1万あるんだけど閲覧が50ぐらいしかいかないとかでもツイキャスに移動したら当たったでしょミズニャン YouTube も当たったじゃんだからね長くやったり、まあ、カオスとかね笑い男とか長いから知ってるけど長い目で見ると すっごい波のある業界の人気商売だから流れってあるのよ本人のモチベーションはそのキープしないといけないのは分かってる俺を海老蔵どもだよ海老蔵はだから本当100人とか今の俺ぐらいか俺よりちょっと下ぐらいでしょあの海老蔵キャスで大ブレイクでしょだから本当に何がきっかけで あのうまくいくのか何がきっかけで廃れるのか本当に流れなのねあの人の噂とかさだから俺芸能界が占いにはまるとか洗脳されるとかってよくわかんのもっとシビアなんだよもっとでかい単位でそれが起こるわけじゃん河本とかもそうじゃんだって河本の不正受給問題って言われてるけどお母さんの話だしお母さん一般人で国会議員にさらされて河本何にも悪くないしお母さん不正受給ですらないんだよ でもテレビから干されたでしょあんだけ売れてたのに。でもお母さんのギャグも笑えなくなっちゃったじゃん。ネタ潰されたんだよ。でしょっていうような世界なわけよ。水物なのよ。人の気分っていうのはコロコロ変わるっていうのを俺らはよく知ってんの。あの人の気持ちなんて本当に一瞬で心変わりするのよ。 だから長くやるしかないの続けたかったらどんなに苦しくてもそれが地獄だっつうのだから未練があるの俺はこの世界に 俺はねエミさんっていう漫画家になってもう10万部売ってブログでも1位取ってて配信でもすごかったエミさんっていう配信者の言葉をよく思い出すのエミさんは俺にこう言ったの「横山みどり正直面白いと思う?」ってみどりさんその頃超大手だから「いや正直思わないっす」って答えたの正直に彼自身に芸があると思うって意味ね彼が面白いと思うって「思わないです」ってじゃあなんでみどりに人が集まると思うって 俺は分かってるつもりだよこの世界のことは結果は出してないかもしんないけど結果は中途半端かもしんないけどそれをさ卵味噌とかさあのドカソにさポットで,で100巻稼いで20人しか閲覧がねえようなやつにマウンティングされた頭にくんだよキらっぱとかにもさっき言ったけど分かりますって言われたらお前に分かるわけないだろうって卵味噌に分かるよって分かるわけねえだろお前にってだって売れてねえんだからあいつらうん 分かるわけねえんだよ。だから小遣い稼ぎうまくいってるだけなんだから。だろなか分かるわけないんだよ。呼んでない。お前いらない。うん、いや分かるわけないでしょ。 もうジャスミーと当タるなんかこの典型じゃん。数字うまくいって調子乗ってちょづいてるだけじゃん。こんなの。自分の枠ではさ、自分の YouTube ライブとかでさ、俺の話とかしないで人の枠荒らしてるだけなんだ。だこんなん典型的なちょづきだから絶対こけるよ。いつかめくれるから。リスナーはバカじゃないから。 の話だっけまあでもだから長くやることが条件なんだよただにあみどりさんの話かエミさんがあのー、横山みどりがなんで売れ,る売れてるかわかるってただ配信があいつ好きだからだよってリスナーが配信好きだから面白くなくていいんだよって好きあいつが配信好きだから集まってるだけだよって俺ねその言葉を聞いてみどりさんがダメになっていたの配信に嫌いになってるように見えたのエミさん当たってたんだよ で七原君、七原くん配信好きだから集まったんだよ。だから長くやんの。だから集まんの。ね、で、配信嫌いになるようなことあったら去ってくの、みんな。で、俺嫌いなんだよ、今。うん、そりゃ、花火も上がんねえわな、うん。だから、みんな楽しみたいの、普通のリスナーさんは。うん、だけど、もう自力じゃどうしようもなくなってるわけよ。 もう空気だから窓を叩くっていうあいつを叩いていて俺のこと枠も見たことないのにあいつ嫌いって言うんだもんましてやさ受話でさ応援してみますあだからあの人の観察感すごいと思うよだから漫画家としても大成したしブログ書いても大成したんだようん、うん、いやっていうでしょ逆なんだよまーん あの、ね、マルーンねどういうことか言ってあげようか俺毎日枠の始まり頑張って喋ろうって5分喋ってんのマルーンあの過去のタイムシフト全部見て1日の始まり5分10分本気で流れ取り戻そうって今日休もうって言ってるけど今日流れ変えてやるっつってグッてボタンを押して10分喋って誰もコメント書かない今日もダメなんだって10分 無言で200人に見つめられて喋ってみそれが半年続いてみもう喋る気力すらなくなるから100人200人に10分黙られてみなよ、うん、まあドルさんは4時間ねほぼ無言ですげえなと思うんだけど。うん 心折れるって、うん、あのね松本人志さんの名言よ俺は松本人志じゃないけどそんなん100も承知だけどね松本人志さんが言ってた松本人志さんこう言ってたあのね笑う気のない客を笑わせる芸人なんかいないよ お客さんは笑いに来て楽しみに来ててキャーキャー言うから芸人さんが乗ってくるんだよ二人一緒に作るんだよって枠ってリスナーさんと配信者一緒に作ってんのもう受け身にしか感じないの楽しませてくれたら花火やるよその態度だよ俺は毎日そう感じるねはっきり言うけど それはアンチとかじゃないここに今いる人たちに言いたい、うん、はっきり言う面白いことやったら花見投げてやるよそのそれが悪いとかいいとかじゃないそれがいいとか悪いとかの話じゃないそんな逆笑わせるうるせえよお前バカ消えろお前がお前がやめろ、うん、あのねだからこういうやつが邪魔だっつってんの、うん、あのね無理だよ 面白いことやったら1万円やるよって。お、う、も、ん、いことやったら1,000円やるよって。うん、頑張ったら感動させたらあのさアンチコメントで「何々したら花火投げてやるよ」って言って投げてくれた試し見たことあるみんな。うるさいりうん黙ってろお前。ブロックな。あのー、なんつうんだろう。 見たことある何々したら投げてやるよっていうパターンで見たことあるないのよ、うん。ないの。その態度をされたらないでしょ。でも俺はかひしひしと感じてたよ。ワードを応援したいでも投げるタイミングがわからない。投げられない。なんか面白いことやったら投げてやろう。これ一緒の構造なのよ。もう無理だよ。 もう無理ですだようんそんなんだったらいらないじゃなくてもう無理ようん無理だからアンチがどんどんちょづいてくるわけじゃんうわ花火飛んでねえなうわ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 でこっちはイライラしてるわけじゃんおっちはトーク楽しませよう楽しもうと思って毎日やってるところでうわ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 言われて「いやちょっと勘弁してくんね」って うん、で全然普通にコメント書いてよって掛け合おうよってずっと呼びかけてたよ俺半年間いや頼むよコメント書いてよってうんいろんな形でアプローチしてたよ俺はでもやんわり伝えてたつもりだよではっきり言うよ俺もマジで嫌気さしてっから悪いけどいじるぞお前なんつったっけ八百屋悪いけどちょっといじらせてもらうかんだ、ね、よ 俺がこうやって怒鳴ってよこうやって苦しいんでよもう限界が来たらやっとそこで気づくんだよだから毎回そうじゃんここ半年間俺が怒鳴ったら投げるだろそうだろなあそうだろ俺が苦しいんで限界になってわーわー言ってアンチブロックして閲覧が増えてでやっと投げるんだよここだってあこの人本当にやばいっつって応援しないとってだろ だから俺はイライラしてんだよ。こんな気分じゃねえと花火投げねえのかよって。それでパチンコに行って、この嘘なん、こんな金なんかいらねえんだよこんなイライラした汚ねえ金なんかよ。あったまくんなあ、マジで。そんな綺麗な金でめ、汚ねえ金で飯なんか食いたくねえわ、こっちは。銅像で投げられてる花火じゃねえかよ。プロでも何でもねえわ。 ふざけんじゃねえよ、く、くだらねえ。それこそご時じゃねえかよ、かわいそうだから投げようってよ。全部使ってやるよ、そんな金、パチンコでもなんでも。捨ててやるよ。はあ、ふざけんじゃねえよ、マジで。もうだから俺がこれ話してるってどういうことかわかってるよ。もう、はっきり言って全部本音だかんね。あの、もう、これでいなくなるんだったらいなくなれよ。 本当に別に俺はホームレスなんでもやってやるからよ食えなくても閲覧1でもやってやるからてめえらなんか関係ねえからこっちはプライド持ってやってんだよ遊びでやってるわけじゃねえんだよどんだけ喋んのが大変かわかんねえんだよ いや分かんなくていいよ別にうるせえようるせえよ良平うんはいはいバイバイ、うん、お前の意見なんか聞いてねえよゴミがなんだ偉そうにこいつ 気持ち。もういいのいいのいいの、もうだから向いてなかったんだよ。なあ、いいの、俺はもうボロボロになりたいの、もう本当に。一回ゼロにしたいの。 中途半端に閲覧があったりするから困ってるんだよ。もう一回全部もうブロックしてくれ。もうマジで。もう無理だから。もう,もうブロック一回一回ボタン押すたびにもうイライラするし。もう無理だよ無理だよ。一回もうちょっと離れた方がいいなと思って離れてくれ。あの楽しむ気がねえ楽しめねえやつは。本当に。無駄だから。で初見ですとかもう空気読め。本当に。 お前らになんかああの話す話なんか何にもねえから、うん、他行け俺は一回ゼロに戻したいんだよ本当に受け身なやつはいらねえコーヒー飲むわ だからもう本当に便所さんにはもうほんと頭上がんないよマジであの本音を言うとあの便所さんが捨て頃で出させよう出させようってあの,あの人言わないけどどうにか流れ変えてやろうとしてるんだよだから便所さんのリスナーは分かってるよ大人だからさっき誰か書いてたよねあの前枠で誰か書いてたか亀尾さんだったかな誰か忘れたけど ベンドさんが流れ変えてやるチャンスを自分で変えないとダメなの分かってるから分かってるよだから弁当さんに相談したんだもん俺だから弁当さんに悩んでるっつったんだもん正直にだから自分で変えないといけないと俺も思ってるし自分で流れ変えないといけないと思ってるしうん でも別に普通に話してる中でもムカつくやつにムカつくっつってんだよゴミにゴミっつってんだようんこんなこと言わせんなよっていう、うん、でもいいでしょ半年我慢したんだから半年グッて我慢したんだから なん分か,かんねえけどよ昔よ爆投げしてたやつらがよきつねこキツネのよキツネのよなキツネ枠なるたびに名前出すんだよ爆投げしてたやつのな本人だよ絶対何々さんって覚えてる覚えてねえって言ってやったよ覚えてるよ俺は,あの俺はいつも言ってるけど爆投げしてくれた人支えてくれた人に感謝があるから 絶対一生忘れないよ覚えてるに決まってるじゃんでも俺は言ってやってんだよ本人が書いての知ってから喫茶になると覚えてねえよって、うん、半端な気持ちで囲うんじゃねえよ、うん、てめえの都合でバク投げだかなんだか知らねえけどよこっちは命がけでやってんだよ体張ってんだよプライベートもないんだよ親にも捨てられてんだわ兄弟いもいねえんだわいや本人でしょじゃあさじゃあさけんたんめんさねっ 俺に昔俺に昔投げてた人とか覚えてる覚えてるわけないじゃんリスナーさんがあ,あそんな人もいたねってやっと思い出すレベルでしょ興味湧くあの人今何してるのって本人に決まってるじゃん和道和道俺本当は和道のこと好きなんだよ覚えてるよ優しくしてくれたら仲直りしようよまた投げるよってそういうことでしょ 俺はこび,びねえよってんの俺はこれでやってきたんだよバカ野郎、うん、半端な気持ちで半端な金なんか受け取らねえよ額の問題じゃねえんだよ、うん、だったら全員からバーガーもらって1万円にした方がよっぽどかっこよくねえかここにいる140人が30分おきにバーガー投げたら1万円超えるんだよ だ,だから俺はそれ目指したんじゃん。一人の爆投げ師に頼らないでやってくって。みんな頼む延長のたんびにバーガー投げてくれって。それで人生変わるからって。何度もお願いしたよ。誰も投げねえじゃん。投げてくれたのは笑い男だけだよ。あとみーすけね。俺はだからそういう花火とかで金持ってるや振り向くんだろうっていうやつにこびないから。 媚びたやつ全員勝ってるけどねこ <laughs> びたやつ全員勝ってるけどね、うん、できないのそれはもうあのそれは生き方だから配信者としてとかいう配信論とか関係ない俺の生き方だから金持ってるから何なんだよ知らねえよ、うん、金持ってるやつに全員ヘコヘコしないといけないのか <laughs> クソくらいだよそんなのそんなんだったら貧乏で気のいいやつだと笑って過ごしたいよ、うん、でそいつらとね収入がちょっと増えたボーナス増えたつって 焼肉行こうぜっってやつがよっぽど楽しいもんで、その中で仲間うちの中でさオフ会とかで会っててさそいつが一人が大成功したら多分泣くぜ、うん、夢叶なったりしたらああうんうんいやそんなん泣くだろう俺はそういう感動とかさ自由とかさそういうのが好きなの食飯食ってかないで死ぬよ飯食ってかないで死ぬようん、正直うん でも、なんか嫌なんだよね、その。なんか、じゃあさ、好きでもない女に好きって言ってさ、女騙してさ、金引っ張ってさ、そいつらの方がよっぽど詐欺師だろ。俺正直に、いや、生活かかってるからさ、って、延長代ぐらいくれよって言って、詐欺師って呼ばれてんだよ。俺、誰騙したんだよ。俺、誰騙したんだよ。誰を騙したの。答えてくれよ、誰か。俺は一体誰を騙したんだよ、具体的に。どういうふうに。 いくら騙したんだよいい加減にしろよマジでバカありがとうあ春さんも投げてくれてたごめんハル、うん、さんも投げてくれてた悪い訂正するごめんごめん普段コメント書かないからさ俺が誰を騙しすんだよ誰だよ答えろよマジで それはもう顔を写すのも正直嫌になるよ。もうどれくらい経つ ?4 日くらい経つあ、もう無理だわっつって。もうもう目合わせらんないもん。正直今。うん。目を合わせられない。もう正直。ひどい顔してるよ俺。今。うん。うん。うん。 いや俺はあの悪いことをしてしまってその刑務所には行かなかったけど裁判も受けた留置所2ヶ月半いましたで執行猶予を受けましたおばあさんにおばあさんと会いたい面会して謝りたいっていうことも手紙で警察官にも伝えてもらったし手紙も書いた2通書いたいやおばあさんとも警察官を通してだけど話し合ってで民事の件も終わってる刑事の件も終わってる執行猶予も終わったんだよ 関係ないやつしかも配信を始める前のこと根掘、ね、り葉掘り言われたらそれは俺だって頭にくるって俺は認めてんだから隠してもいないよ自分からカミングアウトしてんだから何の権利があって俺を詐欺師って言うんだよ俺が誰を騙したんだよ被害者か いい加減にしてくれよ本当にあの俺営業もやってたんだわネットワークビジネスもやってたんだわだまそうと思ったらここにいる全員余裕でだませるぞマジで黒髪にしてひげってスーツ着てなあ全然余裕でだませるぞコロッとテクニック使ったらテクニックなんか一切使ってねえかんな こんなメ,イヘラメイヘラちゃんなんかコロコロだせるよ悪いけどだけどそういう卑怯なま似はやりたくないの世間みたいなことはしたくないの、うん、悪いことやってるやつなんか裏でいっぱいいるよ配信者の女の子ってオフ会やって。 女の子全員風俗で働かせてで、女の子から花火上げさせて風俗で働かせてで店に紹介してバッグも10%もらってってえぐいぞほんとになよよっぽどまともにやってるわ配信でアイテムで食いたいって食振りももらってないってアマゾンギフトもどうしてもってリスナーさんが直直支援したいってじゃあアマゾン ちゃんとパブリックのサービス使おうって俺いまだに直振り受け取ってねえんだぜ直振りするぐらいだったらステッカー買ってくれって直振りするって言ってくれてる人だよぶっちゃけた話10万20万振り込む人なんだよいやステッカーを1枚買ってくれるだけでいいって誰を騙したんだよ具体的な名前が一件も上がんねえだろ 詐欺師だの騙されたリスナーがとか抽象的なこと言ったりめちゃくちゃだよ本当に俺はだから頭にはきて頭にはきてるよ正直頭にはきてるよいろいろとね いやいや,いや、別にラジオだからっていうわけじゃないけど。いや、俺はもう本当に、もう今、怒りし、怒りと絶望と、もう本当に折れたっていう、開き直ってるだけだから。あの、何、別にうまくやろうとしてないし。もう正直、だから八つ当たりしてるだけだから、半年分。ここにアンチがいないのも知ってるよ。アンチ全員ブロックしとかんね八つ当たりで、八つ当たり。 だってここにいる人たちアイテム投げてるんだもん関係ねえ話巻き添え食らってるだけだもんあのさ人間の怒りって5分しか持たないって言われてんだよわかるでしょいや正直にやってるつもりだよリスナーさんとは正直に向き合ってきたつもりだよ俺は詐欺をやってないなんて言ってないし俺は前科三犯だよって詐欺罪で捕まったことあるよって、ね、ホームレスもやったホームレス生活保護も受けたって 生活保護の配信者が堂々と配信やってんのは俺のおかげだからなそうだろう生活保護配信者いたか今までに俺が全部ぶったたかれたんだから何このままででも俺は突破口を開いたからな今普通に生活保護や配信が普通に権利としてやってるのが正しいんだから俺は間違ってなかったからな今生活保護者が配信やっちゃダメなんていうやつ一人もいねえよ でも俺は5年後5年後絶対配信1本でやってこうとしてたやつ痛い目見ると思うよいやのりゆきさんとかトップの人は別金梅さんとかよっさんとかは別の話半端な閲覧10人2030とかで無理くり引っ張ってるやつアイラとかは別だアイラはもうプロだから無理くりやってるやつは5年後超痛い目見るかんな1回100万と3桁の味知てね引っ張れなくなったらもう プライド持たないぞそりゃ荒野見てたらわかるでしょ。アメジンが早めに撤退したの正解だよ。ねいつまでも甘い顔するわけないんだから。 その怒りは5分しか持たないって言われてるんだけど4時間ああな々ちゃんありがとうねありがとう34時,時間と30分経っても怒りが収まらないって俺根に持つ性格じゃないの分かってるでしょもうパッと怒ってパッと忘れんだからめちゃくちゃもう溜まってるからね俺。 疲れる時を4時間半続けてごらんよ血管ぶち切れそうだよ俺今マジでっていうかた多分何本かいってるよ本当にまあいいんだけど別にこれで死んだらかっこいいからいや俺はあ違う違う丸よねこれあのネガティブなことじゃないの。 俺ねプロレスラーの三沢さんっていう人分かる俺ねプロレスのことは詳しくないんだけど三沢さんは本当のレスラーだと思うので「明日のジョー」とかって本当は死んだのか死んでないのか分かんないけどリングの上で死んだって言われてるじゃん漫画家がさ漫画を描きながら原稿を書きながら死ぬって俺最高にかっこいいことだと思うのこれはその女の人だと分からないかもしんないけどうーんあのね 知らなないいいかあの三沢さんっていうすごい有名なレスラー多分あの検索したら顔見たことあると思うすごく有名な人だからあとボディービルダーのねな何さんって言ったかなっていうようにその自分のなりわいだよね仕事っていう言い方はあえてしないけれども自分のなりわい、うん、そうだねリングでけ椎の事故で亡くなっちゃったね、うん、あれは事故なんだけど要は技失敗してけ椎折っちゃって死んじゃったんだけど あのなんていうのかなやっぱりさやりたいことをやらせてもらってるわけですよ僕はリスナーさんから。夢にまで見た配信で飯が食いたいっていうのを叶えさせてもらったのリスナーさんに。俺は死ぬ瞬間に配信回してなかったら偽物だと思うよここまでやって。だから俺は バーンって車にはねられてうげっつってリスナーさんに「あーごめん楽しかった」っつって「わどつ」っつって「死ぬわ」っつって死にたいの本当に血管ぶち切れて「あ死んだ神回わらわら」でいいの俺はそれは最高の死に方だと思ってるからあのいつか死ぬから俺もだけどその時に俺は配信をつけてたら俺の勝ちっていうルールがあるの、うん、それはリスナーさんに対する最高の恩返しだよ だからあのネガティブな意味で言ったわけじゃないからね丸、うん、それやだよあのなんだかわかんないカメラ回らないで神会逃すなんて最後ぐらい神会プレゼントしてよ、うん、死ぬ時ぐらい番になってもいいでしょ自殺とかはしないよ 自殺とかはしないけれども病気か事故か怪我か分かんねえけどそれ配信中にやってたらそれだけ配信やってたってことじゃんそれくらいじゃないダメだと思うよだいつも言うんだけどさ俺その配信っていうものがもっとテクノロジーが進化してネット回線が進化してもただ垂れ流したいの。 ただ垂れ流してただ神の目線でみんなに見てもらいたいのこうねやり取りするっていうのが最高に俺はダメだと思うの俺のことをただ神の目線で神様になってもらって観察をされたいのボケーともちろん鑑賞してもいいし何してもいいんだけどそれが本当に理想全部もセックスもオナニーもうんこもトイレも食事も何も何だろう全部だよね悪いことも。 これなんでかわかる要は嘘つかないよって俺言ってんだよ。全部見てねって言ってんだよ、うん。パチンコ、リスナーから金10万もらってパチンコ行ったらヘイト集まるの俺だってバカじゃねえんだからわかるよ。それくらいリスナーさんに誠意もって言ってんだよ。あ、パチンコで溶かしたよって。こんな正直なやついる他に。何が詐欺師だよ。俺は正直者だよ。 配信会で一番な嫌なやつかもしんないけど俺は正直に誠実にリスナーさんと向き合ってきたつもりだけどね全部言ってきたよ生活保護ですらそうだよ俺は赤ちゃんだから生活保護も隠さねえよ障害持ってるのも隠さねえよ親兄弟いいねえのも隠さねえよ全部隠してねえじゃん何にも俺は手のひらに何にも隠してねえよふざけんなよマジで 彼女がいたって隠さねえんだから俺のんちゃん好きだよっつってフリーになるのなんか全部分かってんだよこっちは、うん、ねじ曲がってんじゃねえよフィルターだよ心が歪んでるからそんなの嘘だって言うんだよこんな正直に誠実にやるわけないって隠して生きてんだろ手のひらに河本ろとか言ってんじゃん隠してるその手の手その手を見せてみろよって言ってんじゃん 卑怯なやつらほど俺のこと叩くんだよそんなわけないっつって、うん、食ったら、ね、じゃあなんでお前ら俺 そうだな。いいよ。そういうのはいいね。うん、それははげるよ。 ここ2年ぐらいだようんうんまあいいけどど,んどんうぞうさいブロックバイバイさよならそうやそうやもう俺のことをブロックしてくれって言ってんの安藤さん ついてくるリスナーだけでってことじゃなくてもう俺は本当に一からやり直してんだって一からもう楽しむ気がなくて冷やかしに来たり揚げ足取りに来たりバカにしに来たり来る人たちとはもう付きあえる余裕がないっつってんのあ、俺のことブロックしてくれってもしくは俺がブロックするからってひっそりやり直させてくれって今もう本当に繊細だからって あのー、もうボロボロだからさって言ってるのにまだ言ってくんだよこうやってドアノブみたいにうんいいよもう本当に極端な話俺笑い男だけ残ってもやってくよ笑い男と二人でやってくよリアトツは断るけど <laughs> リアトツとイベント来るはもう信用しないけど俺別に笑い男と二人っきりになってもやってくようん そう,そうやりたいことやりたいだけなの好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやりたいのよく聞いて好きな人と好きな人とうんお前ブロックバイバーイ好きな人とだから、うん、嫌いな人は集まるなって最初から言ってんだよ 人間だからさ反対意見もあるよそこちょっと考え方ちげえなとかさあるようんあと配信盛り上げるためにちょっとスパイス必要だよねとかあるじゃんうん今日暑いねあるよだからそういうのは別に構わないよそういうのは全然構わないうんそういうのは全然俺は構わない構わないよだけど鼻から冷やかしに来てる初コメで挨拶もしないでね こんにちはも言えないやつにね話,話を楽しもうとしてないやつ笑わせるのなんか無理だよビートたけしちゃんも無理だと思うよ俺あでもたけしさんニコ生でひっくり返してるからなあれすごかったよなあそれ北郷さんとも話したんだけどあれはすごかった見たことあるみんなたけしさんが帰れ帰れ帰れってコメントになってる時にもう10分後には手のひら返さとのとのとのってなってあれは本物だよ化け物 マシンガトンークでひっくり返したからねアンチを、うん、あれはすごかったはいワードつう、うん話聞いてると分かるよ興味持ってたら5分ロムっててうんカソタンもう4時間半怒り続けてるからちょっと温度差が多分あると思うからちょっとちょっと見ててあそういうことねってうん 行き詰詰ままっったののううんそうだねねあの行き詰まってる、ね、もうあの心折れそうって言ってたけどもう今日認めたのもう折れたってもう配信やめてって正直でもやめらんなくて困ってるって言ってんの俺もう配信嫌いだよ、うん、やめらんなくて困ってんのよ うんもうボロボロだよ本当と金だろって言われるのそうしたらいや金はもらってるとザうんうんなるよカゾタンありがとう本当にそうだからね ああのねカタンねあのねね本当にカツさんの言う通り便所さんも同じこと言った1日でもいいし数時間でもいいから枠短くするとかいろいろあるんじゃないって「休め」って言われたので俺も休みたいと思ってんの毎日でもほ本能で俺は毎日配信つけちゃってんの怖いの怖いの配信を1日休むのが本当に怖いのこれは分かんないと思うな何が怖いのか分かんないでしょ 一回ややめめたららもうやめるからだよ絶対戻ってこないじ感覚があるいや習慣が怖くないよやめて楽だったらお前ブロックな楓のお父さん、はい、さよならうん だから俺がねアジャさんねさっきカオスも同じようなこと言ってくれたの今のワード熱いんじゃないのって面白いよって言ってくれたのほあのね違うよ俺はこんなこと言いたくなかったんだよ俺が今話してることどういうことか言ってやるよもう全員切るっつってんのもう全員いらねえっつってんのこれでついてこなかったらこんな話聞いたら不快になるに決まってんじゃねえかよほんな応援してくれてる人からしたらさう,うしうし何つうんだ あのー、お今まで100万投げてくれた人とかもいるんだよ。トータル100万投げてくれた人50万投げてくれた人いっぱいいるんだよ。10万とか稼ぎ少ねえのに、ね、投げてくれてる人いいんだよ。そしたらさじゃあ俺らが今まで応援してたのは何だったんだよってなるでしょだからこんなん死んでも言いたくなかったよ俺は。 あ,ーあの明日静岡行くうんさじ投げてんだ、ね、よ簡単に言ったら、うん、みんながそうだね自然が一番だねナチュラルが一番だね本当にそう思う勝さんな俺は,は簡単に言ったらあの応援してくれた人に唾吐いてんだ、ね、よ今皮肉だよなそれが面白いって言われてんだから今まで支えてくれてた人アンチも含め全員に唾吐いてんだよ それが面白いんだって皮肉だよ本当に皮肉だよまあそれはまあ感覚だからわかんないけど俺も俺のリスナーではないから俺も客観視すること自分のことを客観視することができない人間だからわかんないけど別に好きに楽しんでもらったらいいそれは皮肉じゃなくて言ってるよ好きに本当に好きに楽しんでもらったらいいと思ってるうんありがとう いいやいやもももももう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 ,もう無理だよ本当に怒りが収まらないんだよ怒りっつうかその誰か特定の人に対して怒ってるとかじゃないよ例えばカスタ田に「何々だ」とか言ってるわけじゃないのもう,もうそのなんつうんだろう自分にも腹が立ってるしその流れを変えられない自分その俺は正直良くも悪くも期待されてると思,思ってるの。 じゃあ他にいるキツネ枠やって100人の閲覧が一切4時間切れないで一言も喋らないでねコメントが流れ続ける枠ほかに見たことありますか皆さんほかに見たことある、うん、そうそう俺は自由になりたくてここに来たんだよ俺は自由を手に入れるためにここに来たんだよ俺だよ俺。 俺の狐枠だよ閲覧100切らないコメントがずっと走り続ける俺は一言も喋られない4時間アイテムゼロ成立したかんで、ね、聞いたことねえやそんな枠、うん、だしもう俺は今顔向けられる気分じゃないもうここ数週間だからもうラジオにずっとしてんのうん うん、4時間だようんもう冗談も言う気力もないし笑う気がない人を笑わせる気もないし、うん、もう本当に嫌いになりそうじゃなくて嫌いだよほれは、うんうん、俺の今肩がガッチガチに固まってんだよ頭の血管がブチ切れそうなんだよ俺の肩触ったらカチカチでびっくりするよ本当に。 ストレスで神経が尖っててピリピリしてて寝れないんだよ俺何時間起きてる50時間起きて50時間のうち2時間しか寝れてないんだようんそれでお前座ってるだけだとかも言われたらもう殺意枠よ本当にマジで。 頑張ってるアピールなんかするつもりないけど誰か何にもしてない誰関わりもないやつに唾を吐きかけられるようなことを俺はしたつもりないけどねうんうんうんこれで嫌いになるくらいだったら最初から嫌いなんだよ俺が嫌いなんだようんもういい 本当に4500人もいるのかフォロワー。本当に150人いるのか165人いるのか本当に。もう分かんないよ。俺は100人近くの人間がボケーと30分間ノーコメントで見てるのを見て。うん いやまあそうだと思うよ和音たんあ、はいこんばんは俺もそう思うよだけど降りかかると思うだけど俺はそれは昔の自分を見てるみたいで嫌なの自分にそっくりだから、うん、変えられないから困ってんだよ、うん だか,らがだからカメラ写真延長代ありがとう延長代ありがとうあの気分変えられることしようと思って今日も撮影行ってきて YouTube 見たら分かるよあの今日ゴルフ連れてってもらってマー、うん、麻雀ン行ったりとか柄にもなく色々いろいろどうにかしようとしてうんうん いや旅行も行きたいよ旅行も行きたい行きたいうんどうしてああ鶴根さんそれはメンヘラだからだよねあのー、俺はだからそれは母親にもずっと母親もそういう人だったし俺だって嫌だよ俺だって別にそれが好きなわけじゃないよでもそうじゃないと俺は生きていけないんだよ俺だって穏やかに生きていきたいよ俺だってニコニコしてたいよ 俺だって何も考えないで幸せにね紅茶が美味しいとかご飯が美味しいってスポーツ汗流して遊びに行こうっつって仕事が楽しいってやりたいよ俺だって鶴瓶さん俺だってやりたいよどうして感情がここまで違うの俺が知りたいよ俺が知りたいよ知らないよ俺はまともだと思ってんだから知らないよ病気かどうか知らないよ病,気病名つけたのは医者だよ 医者に言えよ。医者に言えよ。俺だってこうやって生まれたくて生まれてるわけじゃないしこうやって生きたいわけじゃねえんだから。でもこれが俺なんだからしょうがねえじゃねえか。それで文句があるんだったら俺のこと見に来るべきじゃねえんじゃねえのか鶴音さん。俺は少なくとも苦しいっつって苦しいっつったらコロコロ気分変えてるそれが気に食わねえんだったら去ってくれよ。俺が選んで呼んだわけじゃねえんだからよ。 あ俺は鶴根さんとも穏やかに話してっつってんじゃねえかよ。花火ありがとね。アバカもありがとう。うん、タイムラプスの特集いいね。地下道の足元とか。うん。あ、うん。今、その、えっ、ー、と、うん、うん。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 あの、うんと、マルーンね、今ねその、例えば、まあじゃあ映画の話しようか。 あのティザー映像要はねうんまあアンチがよく言ってた5分の動画でも作ってショートムービー作ってそっから支援っていう手順不明って言われてたでしょそれみんな知ってるここにまあここにいる人知らない人いないよねビーズ解散マジかよマジで言ってんのほらだからビーズも心折れたんだって りょうさんあの俺の話していいっすかビーズー解散の話と和堂解散の話どっち聞くまあじゃあ俺の話するわなん,なんだっけ えっとタイムラプスの特集あそうティザー映像要は5分とかのショートムービーの作品俺が一番分かってるからあのねリスナーねちょっと頭使えよあのさカメラ買ったその日に映画5分の作って見せたもんで出資を求められる作品作,る作れるかこん中でこん中でそんな才能のあるやついんのカメラ一回も触ったことなくて設定も分かんなくて。 でその前までレンタルでいいだろレンタルでいいだろってゃあそれ言うやつよカメラレンタルと iPhone でよ5分で5分でムービー作れよやったことないのでそれで300万の出資お願いしますってそんな無理なの分かってんだよある程度カメラ買ってもらったんだからカメラ使いこなして俺今作ってるからその無料で見れる5分のやつ自分の限界までできるやつ でそれを協力してくれてる人がたくさんいるんだよ映像業界の人でリスナーさんの中で本当に恵まれてる焦るなが一番嫌る、うん、そあじゃあブロックしとかめんどくせえからこいつ、うん、だったらフォロー入れてよ「大丈夫だよワード」って私たち分かってるからの一言 あのね黙られたら無視されてるって思っちゃうんだよ俺はうんその時合いの手入れてよ丸大丈夫だよワードっつって「待つから」って「私たち待つよ」ってその一言がどれだけありがたいかそれで一生懸命説明してもさ「いや待ってくれ」って「俺今頑張ってるからカメラ上がったばっかりだから嘘だ詐欺だ金持ってバックレてんだろ」で普通のリスナーさんが「シーン」「いやちょっと待ってくれよ」ってなるじゃん。 そこはあいの手入れててよよ助けてようんいや私たちは待ってるから大丈夫だよっつって気にすんなよこんなのそしたらアンチもブロックしなくて済むしさまあブロックしてるけどするけどうんうんそう逆逆逆アンチはもう放置すればするほどアンチがアンチを呼ぶのアンチがアンチを呼んで手がつけられなくなった結果こうなったのアン アンチに突っかからなくていいのアンチに突っかからなくていいのでも俺からしたら普通のリスナーさんに無視されてんだようんうんいやブロックしてるブロックしてる、うん、でどん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 普通にコメント書きたい人が書けなくなってロム線に回ってでロム線だから面白くないからアイテムも飛ばなくなったよアンチの勝ちじゃんこれアンチのただの勝ちじゃんあいつらは俺を食わせないために コメントを普通のコメント書かせないために活動してんだもんでしょあいつらの言う通りになっちゃってんじゃさんざん半年間泳がせたけどねうんモズのやりとりだからねまあタイムラグはしょうがないよね、うん、いや全員ブロックした今日だけ200人ぐらいブロックしてるよすごいだろうたった一枠で200人ブロックするやついねえだろう そうそうそう無視はつらいようんうんいやそれね桃之助さんに言われたの「な和藤くんなんでアンチブロックしないの?」って「和藤くん頑張ってるし」って桃之助さんが2時間ぐらい相談に乗ってくれて「うちな」って「うちのやり方はな」っつって「で和藤くんな」って「アンチ放置しすぎだよ」っていくからなんでもってあ「ブロックしなきゃダメだよ」って。 あの来てくれる大事なリスナーさんだからってやってるでしょってだから評判どんどん悪くなるんだよって私たち評判で食ってってるんだよって言ってくれたの桃田さんは。ねってあの同業者でね和斗くん頑張ってるの知ってるしってちょっとからかう時もうちらはあるけれどもってでも和斗くんのリスナー質悪すぎるよってあれはブロック入れなきゃダメって。 評判で食ってるんだから評判を落とすような人を放置したらダメだよって2時間ぐらいずーっとお寿司屋さんで相談乗ってくれたの、うん、そんなに絡みないんだよ俺もモナナさんとモナナさん3回ぐらいしか会ったことないのにずーっと悩んでるんですって相談したら「あのええー、で」っつって「ご飯食べ行こう」って言ってずーっと親身になって相談してくれたヒカルくんと俺にいっぱい話してくれたそう,そうっすね あ、そうなんですねマジっすかマジっすかって言ってた光くんは「<laughs> 勉強やりますねおばさん」って <laughs> うんって言ってで光俺一番あの通路側の席に座ってたのねで光くんに注文任せたのリモ,リモコン式の回転図シェアだったからねリモコンのタイプの回転寿司屋だから あのひかるくんが注文したんだけど「うわっじゃあ食べますね」っつって来たのがすごいもうモノマさん爆笑してたけどひかるくんのお寿司の注文ねポータル15皿食べたんだけどマジで引くなよえっ、ー、とね15皿ずつ食べたんだけれども縁側が10皿サーモンが3皿焼き縁側が2皿すごいでしょ本当にプライベートで俺やっぱ やっぱり光くんは天才だと思うんだよね。ずっと縁側が来るの。うん。で、もうちょっと俺も、もういやもう縁側うまいっすね。縁、ね、側いいっすねって言って、縁側が止まらないのよ。縁側が、縁側が半端なく来て、で、さす、さすがに、うん。さ、 さすがにいやさすがにだようんいや違うのさすがに6皿目に桃田さんがいや和野くんも他の食べたいんでしょって気使ってくれたの なんかでも俺はもう絶対これ面白いことになるっていう感覚が分かったからあこれネタが来たと思ったからいや僕いいいいひかるくん同じの頼んで全然いいから気にしないでひかるくん同じので、ね「桃奈々さん話教えてください」っつってその「桃奈々さんの話を熱くしてる体でそう桃奈々さんの話夢中なんすよ」っていう体でひかるくんを泳がせて案の定やっぱひかるくん面白かったよ、ね。 別の行きますかーーつっつてあ何でもいいよっつったら、ね、じゃあサーモンと縁側行きますねっつって <laughs> やばいよねいやもうすごかった、うん、いや配信者やっぱぶっ飛んでるよね俺回転寿司屋で縁側10皿です、しかも変わり種が焼き縁側だったかんねこれマジだからね光くんに聞いてごらん光くんに今度縁側縁側ってコメント打ってごらん なんで知ってんすつって <laughs> もうね回転ずし屋行っただけで笑い取れるってすごいよ本当に桃奈々さんも後半縁側見て笑ってたもんもう2人2人そう慣れない慣れない2人でもう桃奈々さんとその目合わせながらもう縁側うまいって言って光るくん食いながらもう2人でもう肩震えてんのよ やばいなっていうしいうやばいモ,ンスモンスターっつうかやっぱ天才だわと思ってうんいやあれは面白かったな本当にいや笑うでしょもうなんかね縁側また縁側来たよと思ってねもう縁側食いたくないよって後半になってたんだけど「いや縁側マジでここの縁側うまいっすね」っつって「いや縁側いいわ」とか言って。 縁側15皿食ってんだよ本当にでまだ食おうとしてたかんでひかるくんちょっと戻ろうっつって「マジっすかもういっちゃうんですか」っつって「まだ食えるんですけど」って言ってたから「まだ縁側食いてえのかよ」とかっていや多分ねひかるくんに縁側あの、ね、縁側コメントよりもね縁側いっぱいたくさん送ってあげてあの <laughs> アマゾンギフトで縁側送ったら多分めっちゃ喜ぶと思うよずっと食ってると思うわ あら最高だったな本当に。な、うん、<laughs> ってやりたい。うん、あのすごいよ多分。映画はでできてるよあの体。<laughs> うん。う <laughs> ふありがとねゆたんじさんおやすみ。あーにんにこんばんはこんばんは。うん。まだ開封やってねえわごめんね。うん。 いやー多分バックヤードでさ多分店員も笑ってるだろうねまた縁側来たよみたいな <laughs> いや乾杯しなかったいやでもね多分その日の縁側は絶対吐けたよねだってえっ、ー、と10皿10皿で20皿の縁側でしょってことは40個分の縁側かまあまあ大丈夫でしょうんあ違う違う違う剣のやつうん マジ,マジだったえつるねちゃんいや縁は好きなんですよって <laughs> 光くんの枠に行ってみんなで縁側って書いてきて戻ってきたよ <laughs> ここにいる160人で光くんの枠に行ってみんなで全員で縁側って書いてきて <laughs> 全員でここにいる170人全員今全員光くんの枠移動して一言縁側って書いてきてそうそう桃んってきて <laughs>、うん、そうそう桃の座さんも そう桃田さんも「いやあ光くん一途やな」ってそれおちくってんだけど「いや光くん浮気しないタイプやろ」っつったら「なんでわかるんすかそうなんすよ」っつって乗っかるの光くん。<laughs> すげえあのギ,ャグギャグっていうかさツッコミなのよ桃田さんの「光くん恋愛一途やろ?」って食べ方見てるとわかるなって言っていじりなんだけど光くん気づいてなくて「そうなんすよ浮気できないんすよ」とか言って「僕一途なんですよなんでわかるんすか」って「縁側だよ」っていう <laughs> そんだけ縁側食ってたらわかるだろうっていう。 <laughs> すっげえ面白いよねいやー俺ねやっぱねルくん嫌いになれないんだよね本当の天才なんだよねもう何やっても一日一緒にいるだけでうん <laughs> 面白いよねうんうんばっかり食いっていうみたいばっかり食いっていうんだ <laughs> 光くん嫌いになれねえんだよな もうね毎、毎回何かしらでネタが降ってくるの光くんと一緒にいると。あっ犬飼は流れまくったみんな協力してくれてありがとう。こういうノリは大事だよね。これはニコ生流だよね。これはね嵐ではないからこれは。うん ネタ,てネタをねシェアし合うっていう向こうのリスナーさんに教えてあげないとね縁側の話なんだよってなるもんね <laughs> 縁側の話聞かせろよっていうねそれがねやっぱね天才ってあのね天才って自分がボケなのに気づかないのよだからひかるくんは本当にそれがあの恋愛一途なんですよなんでもも旦那さんわかるのんだって <laughs> そうそうそう。 そうそうこういうの大事だよねこういうノりが好きなんだようんうんあいいじゃんいいじゃん、ね、いいじゃんそれが楽しいじゃんそうそうそういうのが楽しいだからこれが本当ののんつうの,あのハトってやつなんだよあむちゃんよかえり書いてきた面白いでしょこれがニコ生のノりなのねこれを間違えてディス文化でハト飛ばすようになっちゃうハトってもともとこういうもんなのよでお互いなんかその面白いネタ提供しようとかさ うん、<laughs> あとじゃあ光くんのエピソード聞きたいあのもうじここのリスナーさんおなじみなんだけど光くんの俺一番大好きなエピソードがあってあのひかるまずね光くんの家に泊めてもらった時に身の上話になって「光くんそういえば高校ってどこ行ったの?」っつったら「ああ僕中卒っすよ母さんと一緒っすよ」って言って。でも僕中 学学校校と小学校合わせてて日しか行ってないんですよって言ったのもうその時点で面白いじゃんでもこれあのプロローグなの「わざ僕3日しか行ってないですよ」っつって「おーん」ってまあそこで笑ったら終わっちゃうから <laughs> で「えー、って普段何やってたの?」っつったら「あ車輪子で走り回ってましたね」っつって <laughs> で2個目の「 にえ2個目のねあビッグウェーブ来たの「あチャリンコで走り回し東北走り回ってましたね」つってその時俺の脳裏に浮かんだのが小小学校から中学3年生まで東北をチャリンコで爆走してる光んが頭に浮かんだのでまあ面白いなでほうって3日間どんな日があったのって聞いたのこれがもう最高のビッグウェーブなんだけどああ 最後の行った日期末テストだったんですよでえっ、ー、と4強科あって0点0点0点マイナス5点だったんですよって言ってもうすごいじゃん俺まず人生で0点取ったやつ知り合いにいないんだけどまず3強 <laughs> 0点がもう3カードなので4カード目にマイナス5点ってもうもうすごいじゃん だから俺はもう笑いグーッてこらえてハーク1枚見ながら「光かくんそれ <laughs> マイナス5 <laughs> マイナス5点ってどういうこと?」って聞いたら「ああおじさん名前間違えたんすよ」<laughs> 最後はもちろん0点だったんだけど最後の答案に関しては自分の名前間違えたっていやもう天才なんだよもう天才なの天才 で食事は縁側ばっかりとかもう最高でしょ光くんいやだから俺はやっぱり光くん見てあ無理だと思ったそういや底抜けなの本当のうんいやなんかねいや漢字なんだけど佐藤を書けなかったか光だかはどっちか忘れたけど自分の漢字か書けなかったの <laughs> もうすごいよねなんかねもう光くん大好きうん うん、うん、いやそれひらひらがなじゃなくて自分の漢字で書けなかったのだって小学校と中学校3回しか行ってないの <laughs>、うんだもんいやこれいやもう面白いでしょいやだからもう俺は光くん大好きってどんなことがあっても光くん大好きの、うん、何があるかなと面白いのなあ俺が一番好きなエピソードこれかなうん <laughs> あとねちょっと言えない話もあるんだよな言えない話の引き出しはいっぱいあるんだけどあのそれはオフ会とかあのイベントに来てくれたらちょっと光くんの面白い言えないやつちょうだいって言ってくれたらツイッターに書かないでねってこれはコメントで書いちゃいけないやつだよっていうのはあるから別にその誰誰とパコッたとかいやダメダメダメ諸事情によって言えないやつがあるんだけどそれはそのなんつうの悪いことじゃなくて。 なんつ面白いんだけどちょっと尖りすぎてるやつがあるからあのそういうのもいっぱいありますんでそれはねあのリア突であのお話ししますはいあるよもうほんとそれはでも暴露系とかじゃないからあの暴露系とかじゃなくてねどちらかっていうとこっち側の諸事情で言えないうんあそうなんだ知らなかったうんなんだろうじゃあもう一個だけ光くんの面白いエピソードなんかひっくり出す出すかなんだろうな あっ、ヒカルんが、あ、OK。<laughs> うん。えっ、ー、とね、なんだっけな。うん。なんだっけな、ヒカルんが、ヒカルんのね、面白いの、なんだっけな。まあ、今出てこないよ。ちょっと出てきたら、まあ、話すよ。おすげなく。とんでもなくあるんだけど、順番があるじゃん。 トークってで一番面白いやつ出しちゃったからまあねでもね光くんと一緒にいたら何かしらそういう面白い話が出てくるからだからイベント来た方がいいんだよ面白いんだようんそう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 ちょっとやっぱ KO しちゃったから <laughs> うん前菜じゃないよメインディッシュ出しちゃったよステーキとうんステーキっていうか縁側うんいやー面白いよねそう。 でこの話をね俺統合フェスで振ろうとしたのこれ絶対笑い取れるじゃんねそしたら尺の問題で免除さんが止めたんだよ <laughs> これ絶対さ笑い取れるじゃんナイス振りでしょあこれは振ったのかなあのテストの話は振ったかもしんない、うん、そうナイスナイスパスでしょ俺光くんの戸に座ってナイスパスでしょ、うん 任せて俺光くんのこと大好きだからいっぱい光くんが笑い取れるネタパンパン出すよスパンと出すからでも光くんね自分で気づいてないんだよねあの真面目なトーンで話すからねうんあ変わらない変わらない全く変わらないね全く変わらない波がない、うん、波がないね あの本当にねあのいい人の優しくてうん本当にいい人よひかるくんはだからね好かれるのわかるあるんだ全然あんな感じだよね超いい,いい子って感じだよねカオスからするとね可愛い後輩みたいななんか、ね、弟にいたら絶対可愛がるよね、うん、だからおっさんホイホイなのがわかるもんおっさんがひかるくんに会いたくなるっていう魅力あんの うん、すっごい子供みたいに素直なんだよなあれこそほんとにでっかい赤ちゃんだよほんとにでっかい赤ちゃんいや光くんおっさんばっかりなんだよねそう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 うんビッグベイビーだねいいよなうん あ分かってないんだ光くん天然だからもう天才だからうん <laughs> うまいんだへえー、ああそうなんだいや天才ってそういうもんよ周りが周りにいる人が気づいてブランディングしないとダメなんだ本人は普通だと思ってるんだよだからなんか絵とかも描かせてたら多分光くんすごい絵描きそうだよねさっきのポメラニアンとかもすごかったけどね白いポメラニアン うん白いポメラニアン波の絵を描きそう芸人っていうかね光くんはね相方がいないダメだと思うよ要はねそのね普通に話しちゃうの普通に今日天気良かったんすよみたいなトークになっちゃうからあのね多分ねあの光くんの引き出しを持ってるだなんつうんだ TJ さんとか便所さんとか 俺とかパルパルとかうんいやまっちゃんはタイプ違うわ、うんうん、ああそうなんだすごかったんだへえうん、うん、全然違うでしょ全然違うでしょ、うん、いやー面白かったなー 悪くんいいよな底抜け底抜けっているんだなっていういや笑うでしょ事件だよねだからなんかまとめサイト作ろうよあの誰かさ作れる人いないのネイバーまとめとかにさ光るまとめ作らない <laughs> 光る伝説まとめ俺作ろうか 記事立ち上げてみんなで書く <laughs> 光る伝説まとめたぶんね結構うんあいやちゃんまんは別ちゃんまんはね別だねちゃんまんはねなんていうかね本当にあのまんまなんだよ本当にリアルでふかすのバンバンふかすので失敗するのリアルでも 俺一番面白かったのがさあの三社祭りの時になんかみこし最後なんか乗ろっかなーとか言ってんのいやみこし乗っちゃおうかなーとか前の日の夜言っててではいこんばんはであのー、<laughs> で次の日になったら「いや俺みこし乗らないから」あとか言ってなんか拗ねてんのなんか気分悪くなって「いやもういいから乗らねえから」 ああとか言ってんのまあなんかなんか気に入らないことがあったんだなと思ってまあでも金町さんが「ちゃんまん乗ろうよちゃんまん乗ろうよ」とか言って盛り上げてて「で俺もう乗りましょうよ」とか言ってたんで、ね「いや乗んねえっつってんだろ」みたいな「めんどくせえ」みたいな感じなんだけどいざその本番の祭りが始まるなんか20分前ぐらいになったら「そわ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 し始めるのチャンマンがいが」とか言ってなんかうろうろし始めて。 で,でそれでなんかそのまあねそのみこしのお偉いもんもんの入った偉い人に若頭しらっていうのか分かんないんだけど偉い人にリーダーの人だよねに「乗っていいっすか?」って言番乗っていいっすか?」って言ったら「ダメだよバカお前もんもんしってねえだろ」って普通に怒られてて。 自分で前の日の夜に乗ろっかなーって言って次の日気分悪くなって朝乗らねえよって言って20分前になって乗りたくなって偉い人に乗っていいすかっつってダメに決まってんだろうバカ野郎って言った時のちゃんまんの顔最高だったよねめっちゃ口尖ってて「だから言っただろ」って俺に口とりながら俺の方向いて「だから言っただろ」って。 ボソってつぶやいたのにうんで結局乗ったからね <laughs> <laughs> ダメだって怒られるのに乗ってドンズベりしたのウェーイって言ってシーンってなった <laughs> 何回笑わせるんだよって思ったもうもうね天才なんだようんすごいでしょすごいでしょ 前の日乗るふり次の日の朝機嫌が悪くて俺乗らねえよ乗らねえからいや乗ってくださいよいや乗らねえっつってんだろしつけえよバカ野郎乗ってほしいのみたいなくだりを丸一日付き合わされて20分前にそわそわし始めてあ行っていいっすかダメだよバカ野郎しょってねえだろお、はいほら バーカお前ダメだよって言ってで乗る <laughs> 何段階だようんすごい本当に俺あのすごいって思ったうんそれは立川出禁になるわうんもう一日のエピソードでそれだからねでもうちょっと面白いのがゲルゲができる女アピールしてビール配ってたのが超面白かった <laughs> それは「あの2」ツーがじわっとくるやつで「分かっとるで」みたいな「分かってるねんから」みたいな「そのおいああゲルゲああ」っつって「ああ」っつってあのゲルゲが「分かっとるで」みたいな「やっとるやんか」みたいな顔しながら「どうも」って言いながら「お世話になってます」みたいな感じでビール配ってて「ああ痛い女だな」って思ったのが最高に俺はじわったけどねバカップルってやつだよねもう本当に。 なんかヤクザの嫁みたいになってたからもう最高に面白かった本当に、うんとにだからもうコント見せられてんのただ単にでもう本人たちはスーパースターでもうそうんかかっこいい感じになってるんだけど周りから見るともう何なんみたいななんだこれみたいな劇団なんだよねだから、うん、いや可愛い人だよだけど可愛いいけどそこいじったらブロックされちゃうのよ だからこういう話をすると「あお前生意気言ってるらしいな」っつってそううん似てる似てるそっくりほ、うんとにそっくりそっくりまあゲルゲー面白かったけどなうん、まあ、ゲルゲーと別れてヘらったっていうのが最高にもう面白いけどねいや天才っているんですよ世の中には。 あと俺たまちゃんじゃあ天才のいやもちろんもちろん取材ですから僕はやっぱりあの自分が面白くなかったらやっぱり取材力で勝負しないといけないんですよ路面店さんだから俺意外と分析力半端ねえなとか意外と言われるから、うん、大丈夫よジャーナリストだる気分はもうプレイヤーとしては二流かもしんないけど ジャーナリストとしては一流の動きしてるからもう潜入取材潜入取材だから命がけですよこっちはほんとに命がけほんと戦場カメラマンっすよまあまあ最後にじゃあタマちゃんの今度天才っぷりで締めにしていいですか最後のエピソードでじゃあ面白かったら花見投げてくださいねえっとタマちゃんってあの配信者はおっぱいでかいタマちゃんいるでしょタマちゃんってもともとどれさんがニコニコ超会議に行った時にナンパした女の子だったの 要はドレさんがお持ち帰りしようとしてたんだけどドレさんはタマちゃんがちょっとひかるくんに気があるのを察知して引いたの。でタマちゃんとひかるくんは付き合ったんですよ。ここまで、OK「だよねで、えー、と俺はこうやと俺と金んさんとひかるくんで飲んでたの4人で」。で「タマちゃん呼んでいいですか?」ってなってひかるくんひかるくんがナンパしたわけじゃないの。 その場にヒカルくんがいてタマちゃんがヒカルくんになびいてたからドルさんが譲ったっていうか、まあまあ、お二人よ,よしよしみたいな感じで要はちょっと男気見せた感じなのよで二ヶ月ぐらい付き合ってラブラブだったのヒカルくんもう久しぶりにできた彼女だから本当に久々なの2年ぶりぐらいにできたのでラブラブな彼女紹介してイスカのノリで四人で飲んでるところにタマちゃんが乱入してきたんだけどねこう金梅さんがおっぱいツンツンしたりとかもうセクハラしまくって キンバイさんみたいななんかもうええー、えとか言ってでどんどん金杯さん酒入ってきて最後にもう笑ったら花火頼むよアイテム頼むよあのね金杯さんが帰るっていう時にもう3軒目ぐらいですしへ行ったんだけど帰ろうってなった時にタマちゃんにこう言ったの「今から 5P しようぜ玉ちゃん玉ちゃんラブホ行って 5P しようぜ」って言った時のタマちゃんの返しね ひかるくんの方を横向いて「ひかるくんどうする?」って「天才でしょ <laughs> !」いやおいや,やりたいんならいいけど」ついひかるくん苦い顔してんだよ <laughs>。いやだからもう出会った瞬間からもうサセ子だったんだよ <laughs>。だからもうやっぱ天才いや本当に <laughs>。 ひかるくんどうするってたまちゃん真顔で聞いたので俺とこうやが「やばいこれ絶対炎上する絶対炎上する」っつって「やばいっすね」っつって「僕ら先帰ります」って言ってこうやと俺は走って逃げたの <laughs> いいだろう香ばしいだろう、うん、だからやっぱね売れる配信者と売れない配信者ってだってそれ配信者じゃないんだよたまちゃんその時点で完全にひかるくんのただの彼女でプライベートなんだよ 配信に移ってないいからすごいでしょだからもうある程度中堅どころとか大手になるのって逸材が違うのよ才能とかスペックが違う底抜けなの完全に完全にね面白いんだよねうん残った3人がどうなったかは覚えてないな なんかいつもののパターンじゃないのカラオケに行って金梅さんがたあ金梅さんが玉ちゃんのおっぱいもんで金梅さんと光くんが仲悪くなったのそれじゃなかったっけその後金梅さんが玉ちゃんを連れて行って玉ちゃんのおっぱいをもみしだいてで光くんが別れたのその日じゃなかったかななんかそんな配信あったよね一時期なんか光くんと金梅さんがもういいわみたいになってた時なかったそうだから俺とこうやが逃げて正解だったんだよ <laughs> 後輩の女寝とるっていうねまあその日が手間かななんかあったよね事件そうだからそれの前のエピソードその日の <laughs> だから俺ら巻き込まれてゴピースさせられそうになったんだよもうめちゃくちゃでしょ本当に、うん、多分あれねえ本気で言ってたでしょ <laughs> 君の恋は終わったんであの時点で、うん、いやー配信ってすごいなあ、うん、<laughs> ハハハッと高い笑い声ね、うん ままあまあ取材していきたいなこれからもあーでもまあまあなんか玉置さんこの枠に来てくれた時に言ってたよなんでそんなにあのセックスするのっつったら「だって気持ちいいんだもん」って <laughs> すげえなーと思って「だって気持ちいいんだよ」って言われたから「そうだよね」って言っちゃったよねコメントで普通に論破されたから俺なかなか論破されることないよ うん、ああこんばんは T シャツありがとう駒西さんもう終わっちゃうけどあと3分で終わっちゃうごめんねいやー面白いようーん面白いまあなんかね他にもね配信会の面白いエピソードあったらねあの振ってこれたら誰かあるとか言ってくれたら語るからねうーんいやいやいや,いや大事だよ配信があるから今出会いが増えたけれども地元にやりまお姉さんがいなかったら童貞増えてるんだからいなかった綺麗なお姉さん みんな中学校と若い男の子狙ってくれる二十歳前後の大学生ぐらいのね綺麗なねやりまんのお姉さんで、あのタイプでしょうだからネットがなかったら地元の若い男の子を食べ歩いてるんだよ多分ああいう人がいないとヤンキーは童貞卒業できないからヤンキー意外と奥手だからうん、なんかなそうそう食べ歩くつまみ食いつまみ食いのやりまんお姉さんもうお前もあいつかよみたいな でも綺麗なんだよ。うん、あーっていうか俺静岡か今日、うん、綺麗なやりまん貴重だよ、うんうん。いや激しいよねつまみ食いというか本食いだからね全部ね。はいということで僕はちょっとね光くんの縁側とマイナス5点がピークだったかな今日のね。<laughs> 楽しくお話できました。それじゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。また明日。明日多分静岡から放送します。いや分かんない。ちょっともう、あの、多分バスで、バスじゃない、多分電車で行っちゃうと思う。うん。お疲れ様です。ありがとうございました。